こんにちは、GP4 開発者の伊藤さとしです、動画をご覧いただきありがとうございます。本日も、GP4 に関する役に立つ情報をお届けしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。本日のテーマは、何しようかなと思ったんですが、今というか、まだまだインフルエンザがすごく流行ってますよね。なのでそれについてのお話をしようかなと思うんですが、一番はね、栄養ですよね。インフルエンザを予防するという意味でした方がいいことっていうことをちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけど、一番はね、やっぱタンパク質。以前ね、タンパク質いっぱい取りましょうねって話したことあると思うんですけど、やっぱりね、一緒です。予防に関しても一緒で、タンパク質いっぱい取りましょうねっていうのがまず一番ですよね。一番で、二番目は インフルエンザの予防ということを考えるときに結構大事になってくるのがビタミン D。っていうふうに言われてますよね。ビタミン D をいっぱい取りましょう。取りましょうっていうのは食事でもなんだけど、まあ一番いいのは太陽の光を浴びるんですね。まあ太陽の光をしっかり浴びましょう。で、女性なんかだと結構ね、日焼け止めとかをね、塗ったりして日焼けしないようにとかって注意されてる方とかいるかもしれませんけど、そうすると、ビタミン D っていうのは太陽に皮膚を太陽に当てることで皮膚で合成されますよね。ところが、日焼け止めとか塗るとね、それが起きません。そうすると、ビタミン D が生成されない。買ったりするね。なので、まあ、なるべくそういうことしないで太陽の光を浴びましょうっていうのが一つ。もう一つは、まあ、一番手っ取り早いのはサプリですよね。サプリでもいいので、ビタミン D 取りましょう。というのが一つですよね。過去のデータとかで、例えばね、子供がインフルエンザ流行っている時期に、まあこれ確か海外の話だったと思うんですけど、データ取ったっていう記録があるんですね。で、2000IU だから、まあ普通の薬局とかに売ってるレベルのサプリを子供に取らせた群と取らせてない群で、どのぐらいじゃあインフルエンザにかかる差が出るかっていうのを調べた結果があって、かなりちょっと正確な数値を覚えてないんですけど、かなりね、そういう市販のサプリレベルでもかなり変わるっていう結果が出ているそうです。なので、ビタミン D とかはね、しっかり取りましょうねっていうのが二つ目ですよね。で、三つ目は、まあこれありきたりの話ですけど、ビタミン C をいっぱい取りましょう。ね。で、結構ね、1000ミリとかね、2000ミリとかじゃ全然足りないことが多いですよね。なので、もう、グラム単位ですよね。10グラムとかね、取ってもいいかもしれないぐらい。ただ、ビタミン C の副作用っていうのは、取りすぎると、副作用としてね、まあ、腸が吸収しきれないかったりすると、下痢を引き起こしたりするので、まあ、そこまで飲むと飲みすぎですけど、なるべく多めにビタミン C を取りましょうね、っていうのがもう一つの対策。で、四つ目の対策、最近、結構言われてて一部で流行っているのがオリーブリーフ、オリーブの葉っぱ。まあこれもサプリですけどね、っていうのがネットとかで探すと買えるので、まあオリーブリーフなんかを取るのも一ついいですよね。というのが一応予防としてあることなんですけど、もう一つ、じゃあ、実際にかかっちゃったらどうしようか。まあ、かかっちゃった後だとね、ビタミン D とかってあんま関係ないんだけど、タンパク質は一緒です。
タンパク質なるべく取りましょう。ただし、なるべく消化のいい形でね。だから、タンパク質っていうのは腸の中でアミノ酸に分解されて吸収されるので、なるべく吸収されやすい分解された状態。例えば結構ね、しっかり煮込んだものとかね。あと細かく、まあ塊の肉とかではなくて、細かく例えばミンチだったりとか、を調理したものだったりとか、そういうなるべく分解された、吸収されやすいもので取るっていうのが一つの手なんですけど、まあ何せよタンパク質はいっぱい取りましょうね。そしてビタミン C、これね、かかった人はね、特にね、もうそれこそ1時間おきに飲むといいですよなんていうことがあるぐらいで、ビタミン C はもしかかったらとにかくいっぱい取りましょう。で、オリーブリーフも一緒です。オリーブの葉っぱ、これはね、細菌だったりウイルスだったりそういうものに対してすごく効果があるものなので、オリーブの葉っぱもいっぱい取りましょうということをすると、まあもしかかった場合も早く治りやすいですよっていうふうに最近では言われているので、ちょっとねこの4つをね意識してもらって、まあ予防としても、特にね我々手技療法家だとかかってる場合じゃないですよね。なのでなるべく事前にね予防としてこういうことをしっかりやるといいと思いますし、もしかかってしまったら少しでも早く治すためにまたこういうことを対策をしてもらうといいと思います。はい、じゃあ今日はこんなお話でしたが、皆さんのお役に立ってくれたでしょうか。少しでも、皆さんのお役に立ってくれたら、僕も嬉しいです。では最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。また質問とかリクエストとかありましたらこちらの方にお寄せください。では最後までご覧いただきありがとうございました。